なんかさらに一回りこう大きくなったなというか成長したなという感じはしましたね。これはもう本当どうにもならなかったですね。はい、球数投げれば投げるほど良くなってるタイプだった。はい、江川卓の高され。本日のゲストでございます。怪物さんでございます。昔から非常に懇意させていただきまして、まあ、お食事をご馳走になったりすることもございまして、今日はたっぷりお話をお伺いしたいと思います。松坂大輔さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この間ありがとうございました。ご馳走になりました。どうでもございます。本当に。もういつもお世話になったので。ええー、はい、本当に。また思っていただいたらありがたいなと思いますけど、はい、ぜひ、はい、また皆さんと本当ですか、はい、お食事に行けたらと思います、はい、うちのチャンネルは、はい、影の声の方がいらっしゃって、はい、この辺から声がするので、はい、それを2人で答えていこうという、はい、そういうシステムになっておりますので、わかりました、はい、僕は何も資料はないんですだから、はい、最初に出てた時もなんかそんな感じでしたよね。そうでした、はい、何もなかったですか。何もなかったっていうよりはなんか外野からのこうちゃちゃ入れる感じがなんかありました。ありましたね。ありました。はい。まあ、ずいぶん整理されて。はい。1年半の時間とともに、整理されてちゃんとするようになりましたから。はい。前よりちゃんとしてるなっていうになるといいですね。感想がね。ですか。はい。そうでした。前の方が良かったなって言われるとね、ちょっとね。まあ、それはそれで昔のところを見ていただくのが、はい。いいんですけど。はい。今の時代の方はなんか昔あんまり戻らないらしいですね。ああ、そうなんですね。多分噂によるとなんか。はい。もうその時のタイムの。なるほど、その時のものを見るっていう習慣になってるそうです、はい。昔を振り返るってことがなくなってきたらしいです。あ、本当ですか、まあ野球の話しますかね。待ってますから。ぜひ振り返っていただいて。待ってますから。はい、じゃあ、まず何からいきますか、はい、はい。まず、令和の怪物、佐々木朗希選手について、松坂さんも平成の怪物と呼ばれていたと思うんですけども、まあこう改めて佐々木朗希選手を、まあどのように、まあ、今年の大丈夫ですか、3月。その3月はWBC がありましたけど、はい、なんかあの試合での経験を経て、なんかさらに一回りこう大きくなったなというか、成長したなという感じはしましたね。だから、まあ、先日もオールスターでちょっと放送席に来てもらったんですけど、なんかちょっとこう、雰囲気がさらにこう変わったなっていう感じはしましたね。ちょっとどういうふうに変わったんですか。僕、拝見してましたよ。はい。まだ4年目ですか、うん、まあ、その去年とか今年も、まあ、取材させてもらったんですけど、うん、まだなんか本当にこう若くて、うん、まあ、将来性豊かな、まあ、これからのこうスター選手という感じだったんですけど、うん、WBC を経験して、うん、誰もがこう認めるなんか存在、まあ、特にロッテの中ではですね、うん、佐々木投手の中でもそういう、こう自覚みたいなものがもしくはこうさらに強くなったのかなっていう感じはしましたね。よく我々の時代なんかそうなんですけど、視野を広げろとか言うんですけど、はい、もうその世界を見ちゃった感じがしました、うん、思いました、はい、今のこう佐々木投手が持ってるこう雰囲気を見て国際試合での経験というのは大きかったんじゃないかなと勝手に思ってます。松坂、はい、さんの俺は出られたから、はい、僕は別にそういうことで僕は出てないってことで聞いてんじゃないんですけどね、あれで出た時の感じって佐々木さんも多分感じたんでしょうけど、はい、普段のその試合とまさか日本シリーズってやってるんだっけ、はい、日本シリーズは出たことがあるので、はい、日本シリーズと WBC ってどんな感じに違うんですか、ちょっとそれ教えてくれないとね、はい、ダメなんですよ僕は、出たことないから、はい、それ聞きたいんですよ。ずっと出た感じで喋れるから、これからなるほどね、出たが、はい、出たがごとく喋れるわけや。どんな感じで違います？試合での緊張感は僕はそんなに変わらないと思うんですけど。緊張感は日本シリーズと同じ感じね。僕はですね、うん、はい、そんなにこう大きく変わらないという感じはするんですけど、うんうん、ただ国際試合はやっぱり周りを見渡すと、やっぱり前の選手たちがこう日の丸をつけてる、着てるので、いやでもそのこう、重たさというか、国際試合の時に聞く、うん、やっぱり国歌斉唱に関しては、うん、普段の試合とはちょっと違うものは、まあ、やっぱ日本代表してやってる感じがものすごくするだろう、当然ね。しますね。うん、はい。まあ、それはより緊張するとかではないんですけど。ない。ピッチャーとしてさ、こう、嫉妬できないとかっていうのを日本シリーズの場合、すごく普段の試合より強くなるじゃないですか。はい。それって WBC もっと強いの？
もっとこう、投げミスできないっていうことで投げるのか、はい、日本シリーズと同じように投げるのかっていう。比較がそれしかないからどうしようもないのよね。僕は一緒でしたね。あの、WBC だからとかそういうのはなかったですね。ただ、その、一個だけね、疑問なのはね、はい、もしくは攻めまくりますけど、うちのチャンネルはね。はい。はい、あの、バッターが日本シリーズの場合はこうデータ集められるじゃないですか。なんとなく分かるじゃないですか。はい、このぐらいの感じのバッターがこう揃っててこう流れかっていうのをなんとなく分かって投げるじゃないですか。はい。で、WBC ないじゃないですか、きっと。少ないですね。大体なんとなくこういうの分かるけど、はい、何割打ってるとか何本打ってるとかあるんだけど、はい、それないじゃないですか。はい。それってなんか不安はないんですか？投げるときに。自分のボールに自信持つしかないっていう感じなの？ああ、もしかしたらそれはあのタイプによるかもしれないですね。そういったものを、うん、あの重視する選手にとっては、うん、あのデータ量の少なさは不安を煽ることにしかならないと思うんですけど、僕はもともとたくさんデータをいただいても、うん、なんかバーって見て気になったものをこうちょっとこうつまんで頭に入れるタイプだったので、うん、なんかそこまでデータが多くなくてもいいタイプです。はい、僕は。こんな感じのバッターだなっていうのを頼りに投げるタイプですかね。なるほど、はい、なるほど。試合やっててやっぱり、まあ最初のバッターが当然一番バッターなんだけど、はい、一番ってこう投げてみるとそのチームの力量ってわかるじゃないですか。はい。それでこう測っていく感じなわけですね。思いますね。はい。最初のバッターで大体。一番がこんなだったら4番こんな感じだろうっていうことで投げるわけ。はい。はい、昔はそうでしたね。今はちょっとわからないですけど。はい。まあ、佐々木朗希選手は今シーズンもものすごい活躍をされているんですけども、まあ、あえて言うなら、まあ、もう少しこうしたら、良いのになとか、そういうポイントっていうのはどうでしょうか。はい、1年通し投げ、こう、タフさと言いますか。うん、はい。そのぐらいですかね。まあ、でも、まだまだ、よりバッターが攻略しづらそうなピッチャーになっていくんだろうなっていう余力はまだまだ感じますよね。うん、はい。恐ろしいですね。またここからどこまで行くんだろうって思いながら見てます。江川さんもそうですね、次のステップとしてはあのローテーションをしっかり守って、はい、こう1年間戦ってからが次じゃないかっていうこと。もうそれは大きいと思いますね。ただ松坂さんと私とちょっと佐々木さんと違うのはやっぱり100球という中でどうピッチングを仕上げていくかっていう感じなので、まあ想像しかないんですよ。我々完投を考えてずっとやってきたので、ちょっと違うのは100球ということで限定で投げなさいって言われたときに、多分ベストピッチをずっと続けることになるのかなっていうことなの。やったことがないんでね、そこが難しいんですね。わかんないんですよね、うん、はい、で見てるとその例えばバッターが出てきたときに A さんが出てきたときに A さんはこのぐらいの力で抑えられるんだなっていう感じで我々投げてたんですけど、そういうのはないんですよ見てると、うん、A さんでも B さんでも全部100でいってしまうんですよね。まあいいんですよね。それいいんだけど、その100球と完投した人のちょっとなんていうか感覚の違いっていうのがちょっとあるので、うん、答えがすごく難しいんですね。うん、我々じゃあその時代に100球だったらどうしたのっていうと、どうしたかなっていうことは。もっと力のこう、入れる場面が増えるというか。そうなんだよね。はい。だと思いますね。だから、100球の状態であの状態で投げたら多分9回は絶対に難しくなると思うんだよね。はい。はい、もちろんその全てがうまくいって、100球前後で試合を終わらせることができる人もたまにはいますけど、うん、でも毎回毎回多分そうはいかないので、じゃあその完全試合やられたので、はい、9回でもそれできますよって言われちゃうと、はい、まあそうですねっていうことに なるんですよね。うん、うん。だからそう言われるわ。ねえ、これそうか。先投手ができるんだろうなって思っちゃいますね。そうなんだけど、そこはね、はい、ちょっとね、あの我々の時代というのか、その完投を考えて投げ始める人と100球で変わるという感覚投げ始めるのの違いがすごくあるような気がしてしょうがないですね。そうですね、まあ、100球ぐらいで変えるよって言われれば、まあ、間違いなく中身は変わってきますね。ね、はい、中身、投げ方、ピッチングの仕方変わってきますね。変わるだろうね、はい、だって全体の9回の3分の2で終わるわけだからね。大体極端に言ったらね、はい。6回ぐらいで終わるわけだから、その残りの3分の1っていうのは考えなくていいということになってくると、全然投球って変わるんですよね、うん。そこがものすごく違うっていう、うん。バッターがね、最後の3分の1ってものすごく慣れて回ってくんだもんね。そうですね。それ考えなくていいんだもんね、まず。はい、うん、そこが全然違いますよね。うん、
ぱり3割目、4割目っていうのは、より、はい、難しくなってくるとは思いますけど。ね、ということなんですよね。だからすごい比較が難しいのよ。こうどう言ったらいいかっていうと、そうですね。100球でいけるところまで、100球でいけるところまでしたら、もう僕はもう僕の時は全部スライダー5回で終わっちゃってますね。結構5回多か、僕はもうめちゃくちゃ多かったので、うん、5回100球ぐらい投げて、でも意外とそのそうなんですね。で終盤。結構スムーズにいって終わってみれば130球とか、はい、まあ、130そう何球とかで終わってる時はありましたけどね、うん、これ今日の試合何球球数なるんだろうなと思ったら終わってみれば意外とそうでもなかったり、うん、だいたい見てると3回ぐらい過ぎてから温まってくるんだもんね、肩ね。そうですね、いつもね、はい、そう思って見てた、はい、僕は本当にわー、温め遅いなと思って見てたんだ、ね、最初から温めとけばやっといいのになと思ったことありますよ、いっぱい、はい、これはもう本当どうにもならなかったですね、はい、球数投げれば投げるほど良くなってくるタイプだった、はい、そう思って見てましたね、拝見してました、本当に、うん、今シーズンの佐々木選手なんですけど、はい、対右バッターが今現時点で2割7厘で、対左バッターが1割9厘と、左の方のが抑えてるんですけども、さっきなんかどっかのチャンネルでね、どっかのチャンネルでお邪魔した時にね、はい、話出たよね。出ましたね。松坂さんのチャンネル行った時。はい。佐々木投手のコースの、あれですよね、使い方のこう、割合ですよね。まあ、イメージなんですけど。左の方が得意なんだって。っていうことですよね。はい。左の方が得意なんですけども、まあ、これは左バッターへの内角へのスライダーが有効なのかなと思ってるんですけども、はい、まあ、その辺をちょっと聞いてみたいな。うちのチャンネルこれ好きなんですよ、このデータ。このデータ大好きなの。はい、どうぞどうぞどうぞ。まあ、イメージ、僕もそんな、あの、毎回毎回見てるわけじゃないんですけど、ホームベースの、あの、一塁側のですかね、一塁側の使い方が、まあ、うまいというか、うん、こっちが強いんだろうなってイメージですかね、一塁側。うん。対してイメージですけど、やはり、その、右バッターのインコース、だったり、まあ、左バッターのアウトコースっていうか、三塁側寄りっていうんですかね、うん、そっちのイメージは少ないですね。それが、まあ、関係してるのかもしれないですね。うん、もう左に対してのインコースもこうズバズバいってるイメージ、そう、ね、あのしっかり投げ切れてるんですけど、もうそこはすごいなと思うんですけどね、うん、はい、だから多分佐々木投手は右バッターの方が投げづらいんじゃないかと思うんですよ、うん、そうなってきた時に対佐々木、こんなこと俺がやる必要ないか。対佐々木投手に対してどういうことか考えちゃうんですね。はい。そうすると右バッター並べた方がいいってことですもんね。うん。左バッター並べたら損するわけでしょ。一枚しか打ってないんだから、はい。セオリーはですね、右ピッチャーに対しては左です。左バッターなんだけど、そうじゃないってことですもんね。はい、左ピッチャーに対しては右バッターをこう並べるとかよく言いますけど、佐々木投手に関すると、まあ逆なんですね。でもまあ、打たれてるわけじゃないですけどね。2割ですからね。2割9厘ですよね。それが右なって、まあ、2割5分とかっていうことがあるんだったらですかもしれないですけど。ね、まあでも、野球っていうのは基本的にはその確率の高い方を選んでいくスポーツだと思うので、うんうん、そういう意味では、佐々木投手を攻略できないチームは、右打者を並べるっていう、まあ、作戦を取ることが多くなるかもしれないですね。なるほど。まあ、佐々木朗希選手の改善点と言いますか、うん、もうちょっとこうなったらいいよというところでは、1個、バッターのインコースのコントロール。まあ、インハイっていうんですかね。うん。だから、あまりこの辺に投げてるイメージはないんですよね。ないね。はい。ほとんどないですね。はい。あと、左の外側もないですね。はい。意外に。うん。ありす、だけどないよね。うん。その辺はまだまだ良くなるポイントにはなってくるかもしれない。うん。かもしれないですね。あの、そっちに対しても、こう、ストレスなく投げられるようになれば。あの、山本さんが上手だもんね、吉野部さんがね。の方が、はい。すごい上手ですね。バシバシこう使っていくイメージですね。はい。本当に両サイド、幅広く使っていくイメージが強いのは山本投手の方ですかね。ですね。はい。佐々木選手が WBC をちょっと印象が変わったっていう話は先ほどあったんですけども、はい、まあ、オールスターでもお話されてましたし、今以前の取材もされたとのことなんですけど、はい、佐々木選手の人となりといいますか、話してみて、どんな印象のことですか？クールなんですか？こんな一言で言っていうのが。クールってイメージじゃないですか。ではないですね。やっぱおとなしくて。おとなしい。おとなしくて、すごく優しいんだろうなっていう、印象は持ってますね。うん。だから、マウンドに立っ
ってる、本人はなんか不安を持ちながらマウンドに上がってるって言ってましたけど、シャイな人なんですか？だと思います。テレアなんですか？はい、基本的にはそうだと思いますね。はい、まあマウンド上ではそうは見えないですけどね。好みの女性のタイプとか聞いたことないんでしょ？ないですね。さすがに聞いたことないですね。ない。はい。ない、やっぱり。なんかさ、食べ物とか、僕そうなんだけど、食べ物とかさ、例えばアイドルさんでもいいんだけど、はい、そういう女優さんでもいいんだけど、どういう方が好きですかって聞くと、なんとなくイメージ湧くんだよね。はい。それによって、こう、どういうか、そういう感じかって判断することが多いんですよ。はい、はい。昔そういう、いろんな番組とかやらせていただいたときに、そういうことでこうヒントを得ていくとかするんですけど、うんうんうん、そういう感じは聞いたことはないんですね。ないですね。なんか昔は好きな女性芸能人とか聞く、なんか当たり前でしたけどね。なんか、今って聞いちゃいけないのかなって、なんか雰囲気ありますよね。ダメ。そういうの。ダメか。うん。選手によっては、こう、積極的に発信してくる人もいるとは思うんですけど。あ、今ダメかな。こっち側がなんか聞いちゃいけないような。雰囲気になってるね。うん。まあ、雰囲気がダメかな、ね。ダメか。ダメなのかな？ダメなのかな？食べ物はいいんでしょ？食べ物はいいと思います。食べ物はいいんでしょ？はい。好きな食べ物なんですか、ね、っていうのは、はい、ちなみに松坂さんはその昔好きなタイプはどんなことですか、どんなことですか。僕ですか。僕結構なんかその自分で興味のある芸能人のそこを見ると当時のアイドルさんって誰なの。僕ですか、うん、いや奥さんはまあいいからね除外、はい、除外してし当時のアイドルっていうか女優さんって誰の時代なの。女優さん小学校高学年ぐらいの時に歌手の、うんうんウィンクさんとか。ああ、ウィンクさんって二人でいる方でしょ、はい、二人でやってらっしゃるからね。はい、引かれてた。いや、そんなこと言わなくていいでしょ。はい。これありましたね。ウィンクさん。うん。具体的に、ウィンクさんとか、ですかね、とか、まあ、女性芸能人あと誰上の、当時だと、中山美穂さんとか。ああ、なるほど。そういう時代か。はい。中山美穂さんね。はい。ははは、なるほど。あ、まあ、引かれてたって独占に近くなるからね。大体は。で、大体そうなのよ。うん。それはいいんだけどさ。はい。そういう時代か。そうですね。お相撲さんは横綱とか誰だったの？なんでこれ出すの？いやいや、なんかそういう時代はどういう時代だったかな。いや、僕も千代の富士さん。僕、千代の富士と同じ年なんですよ。あ、一緒ですか。いや、もう横綱のイメージ。まあ、その後千代の富士？はい。貴乃花さんとか、曙さんとかっていう。出てきますけど、うん、相撲を生み出した時は千代の富士。あ、千代の富士知ってらっしゃるの？はい、知ってます。あ、そう。はい。あ、そうか、私はそうか、千代の富士と同じ年だけど、千代の富士じゃないか。大郎さんとか柏さんになるんだ。そういうことに言うと。ああ、そうか、うんはい。ああ、そうか、そうか。はい、大郎さん、柏さんっていう横綱がいらっしゃったんだけど、はい、そういうことになるんだ。そうですかね。松坂さんは千代の富士になるんだ。もう最初の。そうですね。もう、強い力士といえば、千代の富士さんですかね。これ、野球チャンネルの相撲の話だって、ね、また怒られるんだろうね。いや、怒られるんだろうね。何喋ってるのってなるの、いつも。そうですか？うん。本当ですか？いいと思いますけどね。ずれるんだけど、俺いいと思ってるんだけど、はい、その時代が、はい、そういう時代同士話してんだ、みたいな。はい。僕は思うんですけどね。はい。いや、全然いいと思いますけどね。はい。大丈夫です。終わり？はい、佐々木朗希選手の。中国で終わりだよ。いいのそれ。大丈夫です。本当に？高さでっぽい。なんで、なんで、なんでそこに行ったんだろうなって思い。いや、すごい面白いのはさ、松坂さんと私がさ、なんか、平成と昭和とか言われてさ、はい、そういう時代のピッチャーですよって言われてさ、はい、相撲の方出てくるとさ、面白いじゃん。はい、僕と同じ年の中国人が横綱になったの、松坂さんが見ててさ、僕は全然そうだと思ってたら違う。大王さん、柏さんなんだからさ、はいはい、その感覚の違いってなんか、野球と相撲ってこう時代がこう、なんかすごく。ああ、そうですね。なんか象徴するというか。違いがあると面白いなと思って。はい。わかりやすいと思いますね。ねえ。はい。いや、面白い感覚が出たなと思って。うん、松坂さんと江川さんの現役見てたんですか？見てるじゃないじゃないですか。いや、見てないと思います。何年前だっけ？僕80年です。あ、平成生まれじゃないんだよね。はい。平成の怪物だけ昭和生まれなんでしょ？昭和生まれです。はい、そうです。ねえ。そうです。そうだよね。昭和なんで。昭和生まれです。昭和55年です。55年？はい。じゃあ25歳違うんだよ。多分。そうだよね。俺、自分の生まれが分かんなかったから。25違うって見てないよ。え ?25? 引退されたの何年ですか？え引退されたの何年ですか？引退？はい。多分87とかだったもんね。87年。ああ、
まあ、親が見てるのを見てる可能性はありますけどね、野球中継で。ちょっと待って、87年って。僕、7歳です。僕、小学校1年生なんで、そこまで野球を見てる感覚は正直ないですね。ないね、7歳だとないね。はい。惜しいね。見てたらもうちょっと自慢したのにな。そうですね。野球やりだしたのがもう小学校3年生で89年とかなんで、なんか、そのあたりからですかね、野球中継とかこう、見るようになったのは。そうすると松井さんとかになるのか。もっともっと。松井さん。もう原さんとかですかね。あ、原さんか。はい。ちょうど原さんがね、3つ下だから。はい。ちょうどドンピシャだ。はい。始めた時に原さんが4番で。はい。いらっしゃったっていう感じ、はい。はい、そうです。はい。巨人ファンだっけ？巨人ファンです。あ、そうか。はい、この間それ、YouTube でやりましたけど。やったね。はい。まあ、その話になるとまたドラフトとかいろいろ絡むけどやめとこう。そこまで特別なことしてないんだっていう、ずっと寝てるらしいです。本当に今は動かそうとしないと動かない時期なのかもしれないですね。意識して投げてたことはないですね。まあ、記録は残るけどタイトル取れないの？まあ、ホームランで50本ぐらいはなんか